よし、毘沙門橋行くか。いやー、お使いみたいな感じやん、これもうあっち行ってこっち行ってって。俺は骨のある戦闘がしたいんだ、骨のある。あ、あれか、あの、黄色いコートの。どうも。あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば、留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて、聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや。ダチか。俺はダチあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか。ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。確かに正直に言うたらあんたも一手間省けるやろしね。潔んやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。金やないみたいな。いやな、今の時代みんな金で収めようとしよう。どないしたらいい。まじま言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか。ちょうどええとこに、ほら、船も来たしな。あ、これあれでしょ。屋形船？お座敷遊びでもするんか。だって乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。あ、ちゃんと一杯付き合う的なことするのね。真島優太な。はい。お前、西谷のなんや。だから友達、違う。敵やって。酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば。立場が違えば、ダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか。古いもなんも、あいつがガキン頃から知っとるわ。ちょ、すんごいペース速くない？ちょっとお酒飲むペース。万引きのうまい赤ちゃんでな。何刑事だっけ。デカクラだかデカマラだか。釣りと置き引きも覚えとったの。え、すごい。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐。そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんだ。やつが高校の時やったな。やば。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。よ、すげえ。遊びに付き合い言うたやろ。お、あ、意外と生き物住んでんだ。ドブ川とか聞くけど。どこへ行くんや。三ズ、意外と綺麗じゃね。三ズの川底。びっくりしたー。人かと思ったじゃん。オブジェクトね。
通に人かと思ったわ。はあ。なんやここは。何の目的か、戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。まあシェルターみたいなもんか、戦時中だと。まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけど。だろうな、デカ一人の金じゃこんなんできねえだろ。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここをサンズの川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うても、ここは罪人の処分場なんやからな。人多すぎだろこれ。うわうわうわ、あーん、まあお金かけてるだろうな、確かに。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、うん、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたら茶場に戻したるっちゅうで。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けどどんな奴でも毎日戦わせてみ、まず1年はもうだ。罪人同士で死刑を執行させようてるわけだろうな。ゲス、罪の償いと世の平和のためや。ほな、警察が言うかそれ。この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか。何人か同じ動きしとるやつがおる。どんなもんでも手上でパチパチしとる青い服の子が。金が動くってもいいや。まあ罪の償い、うん、なんか確かにそっちがメインな気がするわ。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやお前さんが試合盛り上げてくれたら、手こいになる。いや、そのあれじゃないですか。俺に出場せよ。普通何も1年間戦い言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんや。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。そのここの人が変わらないっていうのはさ、なんかクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。まあな。せやけどこの胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。はい。ええ返事や。もうここの、もう話させてよ。必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。そのさ、ここ、あ、やっと話せるようになった。ここの人たちのさ、見栄えが変わらんっていうのは、ここの裏の世界じゃなくて表の世界が平和っていうことだから、刑事的にはいいんじゃねえの、おめえ。本当に終わってる警官なんだ。もしかしたらおめえ。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備はええか。ちょっと待って。ちょっと待てや。まだ準備ができてへん。ねえ、ビビったんか。ちげえよ。俺は別に急いでないさかい。あら決まったら声かけて。はいはい。ちょごめんね。違う。あの装備品とかをさ、やっぱちゃんとしたいじゃんこういうの。守備力高いやつでいいかな。で、これがよくわからねえんだよな。あ、そう、トラブルファインダー手に入れました。なんか、フレンドイベントみたいなやつ。やったら。これで絡んでくる敵いなくなるな。よし。OK! あ、ええで。3人勝ち抜けばええんやったな。
そう簡単に行くとええけどな。ま、安城頼んまっせ。うい、任せい。じゃあこれ、真島さんがジャケット脱ぐんすかね、これ。次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて消滅の連続殺人鬼、ジンジャー・チャップマン。やば。ジンジャー・チャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星。罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマゴロ。ああ、ジャケット脱ぎはしないんだな。Versus ゴロ、マジマ。さあ、時間無制限、ルールなし。いや、すげえな、時間無制限。これも死ぬまで続くんじゃない？この勝負、大丈夫？審判もいねえし、止めてくれる。おい、武器ありなんかい！ちょっと。なかなか。ちょっとまず、どういうタイプの攻撃をしてくるか。なるほどな。初撃さえ避けてしまえばみたいな攻撃をする人だ、こいつは。そこまで苦じゃないかもね。よいしょ。ドーン！ジンジャーチャップマン？なんでそれ。ウィナーゴラオマジマ。なんと突然現れた赤眼の罪人マジマゴローがデビュー戦でまさかの大勝利だ。ありがとう。次の試合にも期待がかかります。愛してます。早速参りましょう。次に登場するのはこの男。うん、インテリ系じゃん、医者じゃん。かけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ひでえな。ザッタキリヒト。マジマゴロ、果たして2連勝なるか。さあ、時間無制限、ルールなし。これあれだよな、レディファイト。なんか1年か何年も戦ってるような人らには見えんな、敵が。おい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 、なんだそれ。メリケンサックのもう一個上みたいな。おいおい、なんだよそれ。ちょっと待てよ。なるほど。でもこいつもあれだな、ベクトルが、あっ、あっぶれね。ベクトルが一方向だから、そんなに難しい敵でもないかもね。キリヒト君よ、なにこいつ、なかなかやるな。うわっ、掴みを弾いただろ。よいしょ、ドクターキリヒト。あれ、おめえにはあれだよ、カウンターで決めてやるよ、来いよ。ふい、ドン。あ、ちょっと待って、ギリギリ倒せんかった。さよなら。快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。うわ、リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。デッドバンチャー。さあ、サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし。 It's showtime。 おいおい、マジかよ、来いよ。どういう攻撃をするやつかをな、まず見ないと。何こいつ、あれだな、多分一撃一撃のダウン率というか。おい、強いぞこいつ、なかなか骨太なやつ。ち
ちゃんとこうスウェイで背中取るタイプの人間だなこいつは。しかも技の出も早いときた。これ対応しきれんど。本当にやべえこいつ。だがしかしおめえあれだろ、ボクサーはよ。ちょっと待てよ、よいしょ、ういっ。ボクサーは、あ、なにこいつ。ボクサーはリングの上で掴まれたことなんてないでしょ。こういうことなのよ。よいしょ、よいしょ、はい、さよなら。骨のないやつばっかりや。決まった。今ここに新たな伝説が誕生しました。その名はマジマ、マジマグローだ。かっこいい。愛してまーす。いい腕やな。あ、ビリケンさんね。こないに盛り上がったんごめん。さっき変なこと言っちゃった。変なあだ名つけちゃってごめんよ。金は払うで。あ、やるやるやる。俺は高いで。いややな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたも約束を守ってもらう。分かっとる。ついでいい。CP もらえるからね。やりますよ、これなんか。達成目録でさ、闘技場で何勝するとかがあって、今までできなかったから。やっとできるようになる。しかし、汚い川の底に、穴いなもんがあるとはね。え、どうやって行くんこれ、普段。汚いもんがいろいろ隠してくれとんや。みなぞこなんか見えん方がいい。ああ、死体もあるってことか。みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん。昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに顔は見るから殴られて、体はナイフでめった刺しや。外車は片親でな。親父さんが男で一つで育てた。うわぁ、もう。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。なぁ。むごい話やな。え、西谷、違うよね。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。まあちょっと社会問題ではあるよなこれは。親父さんの気持ちお前はわかるか。耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。でそのガキはめった刺しにされて殺されたんや。あ、なんか西谷かと思った。じゃあ、え、殺したんは当時。ああ、そこで繋がってくるんかい。え、じゃああれか、あいつ正義のためというか、なんというか。心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。ああ、そうだな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の。うわ、あ、ビ、あ、ビ、あ、ビリケンさんなんかい。ってことはあんたが。さあ、行くで。うわ、耐えられねえな。そのなんかこう、まあ、西谷がやったことはもちろん間違ってるけど、 その西谷に恩は感じてるんだろうな、ビリケンさんも。いいことじゃないけどね。そうっすね。ちょっと、お待ち。まだや。いきなり会えるとは思うてへんかったから、
準備できとらん。ほな、ここで待っといてるから、準備が済んだら声かけて。次。闘技場。これどうやって行くんだ、これ。どうやって行ったらいいんだ、闘技場。ここか。ここじゃねえな。サンズの川の底にある闘技場ってどうやって行くんですか？あ、これか。これで行くんだな。よし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 。どうや？兄さんも川底行きたいんか？行きましょう。うん、頼むわ。それじゃあ船乗ってやー。ちょっとさ、闘技場で遊んでこうぜ、ちょっくら。あ、受付のお兄さんか。こんにちは。サンズの川底へようこそ。大会に出場。だな？無人島。はい、しゃ、おらっしゃい。通常大会に出場。これでいいか。おお、めっちゃあるー。とりあえず頑張ってクリアできるだけはクリアするわ。行こうか。参加。裸男初級試合。エンマのなんとかコート。マジマゴロ。あ、年齢24か。マジマさん。バッドフォーチュン田村。破滅しか当てられない占い師。罪状、相手を、あ、だこだ、ちょ、待って、罪状読みたいな、これ。なるほど。まあ、どれぐらいで倒したとかもあるのかな？さあ、準決勝。これ、相手の罪状見るの面白いぞ、意外と。自転車セット3000件。ぼっちゃ、ぎっちゃり。自転車セット3000件。おめえよ、今まで盗まれた自転車の仇、俺が撃ってやるからな。何？なかなかやるな、こいつ。よいしょ。ぎっちゃり、輪島。うい、せーなら。決勝、来た。そう。罪状、裏社会の秘密を知った。すげえ、なんかこう龍が如くの世界だと真っ当な罪状だな、これ。ピーピング柴田。そりゃピーピングだから覗きすぎたんだろ、お前。得意技喧嘩パンチ。なるほどね。やりましょうか。よー、ピーピング。よいしょ。ふい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 。ういせんだろ。なに、なかなかやるな、こいつ。痛い。ピーピング、てめえのくせによ。ピーピング柴田。はい、終わりと。